寝るか。もう使ったしね、ロナウドもネイマールもね。キングスワールドカップまたあるんですよ、見ないとね。アルダトゥランとのアルダトゥランチームとの試合見ようって。もうだから僕もほんま代表して出ます。肌にも悪いし、まあたまたま来たから見るけどね。うん、いやほんまにほんまに消極的、消極的にしたいき。今日はマジでヘススナバスかハセベ、マジである、マジで。あ、90プラスアンコールヒーロー選手ピック、ファンタジーかゴラッソ。おー、ヒーローのエボ来てくれんかな。やっと、ほんで10万、やっと。マルシャル、マルシャル、マルシャル、どうした、マルシャル、パワーシュート、テクニカル、迅速、はあ、どうした。こういう時期に登場するマルシャル、大体強い説はあるんでね。はい、ワークレート、ハイミド。まあ、能力は、まあ、ちょっとドリブルが気になるけど、まあ、ホークとかが安定なんかな。とりあえずホークにしてみて、他も考えようぐらいの感じかな。まあ、でも、まあ、いいじゃないですか。まさかやな。カーブ99。いや、高精度つけて欲しかったな、なら。マルシャルはね、言うてね、ここ数年間はやばかったけど、移籍したての年は良かったんですよ。19、20シーズンにマンチェスターユナイテッドに見せた合計23ゴールを伝えよう。たたえよ。まあ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 。できればね、やっぱこの辺欲しい感はありますけどね。まあでもいいですね。ええ。まさかすぎるな、マルシャルは。デイリーやろう。今日で4回目。ブンデス S アップグレ。うん。一緒なんかな ?10 万ぐらいかな。そんな1000ぐらいかな。いいね。ちょ、今日全部開けようか、これ。で、アンコールアイコン選手ピック。これまた来た?ゴラスト入れよ。花粉引かしてくれ、僕に。で、何エボが何?やばいエボ来てる。別にエボもだ、もうだ、もう最近もう大体やばいやろ、もうそんな。別に知れてるやろ。大体やばいねからずっと。鋭いパスをマスターな、これ。鋭いパスプラスで、選手に欠けている3番目のプレイスタイルプラスを追加しましょう。その他のブーストでは、逆足、トリッカー、パワーシュートにプラス1がつきます。何を言ってんの?ペースプラス3、シュートプラス4、パスプラス4、ドリブルプラス3、守備プラス3、フィジカルプラス4。シュートとフィジカルプラス4で、それ以外が3ですね。トリッカー、パワーシュート、鋭いパスプラス。で、逆足プラス1。おー。おー、てか、ヒデやん。やば。レート最大90、ペース最大91、プレイスタイルプラス最大2。おう。あ!あー!ついに、とうとう、出たね。来ました。わーお!おー!おー!全部いけるんやろ、ほぼこれ、要は。これ、だから、ジノラがいけるって、じゃあ何を省くん?ファンデブとかいけんねんけど、懐かしの。サンダーカントラいいんちゃう?結構。これ結構いいんちゃう?サンダーカントラ。え、これもしかしてロイキンいける?お、これロイキンいけるやん!ほっほー!ウィンターフリットいける。なんかもうちょっと、写真怖いけどな。まあ強くはなってるけど、やっぱちょっとどうなんですかね。まあそもそもやっぱロイ、あのロイキじゃない、このフリットはまあ、まあまあまあ、その元々の時点でまあやったんでね。でマテウスもいけるやん。え、マテウス熱ない？マテウスについにパスのプレイスタイルつくの熱いよ。全然ありやねんけど。え、ロイキンいける？ちょっと待って。一回見に行こう。そんなこと言ってまた僕をさ、騙そうとしてるやろ。きつー!ロイキンだ!やったぜ!
やったぜ、トリッカーロイキンだ。え、これな、これちょっとなんでいけんのこれ。でかすぎる。これはちょっとやるしかないな。あ、月刊ディバラめっちゃ良くないこれ。え、月刊ディバラ、え、これ超いいやん。え、これめちゃくちゃ、これめちゃくちゃよ、え、めちゃくちゃ良くないこれ。月刊ディバラ。ヒデは見とこ。いや、これでも中田もいいよ。いいよ、これ。ねえ。これだいぶ個性出るな、ほんまに。だいぶ個性出るな。おー。おこちゃんもいいね。なんか、エンクンクっぽいというかね。決定力だけちょっと低いけど。でもこれ強いと思いますよ。まあ、さすがにちょっと加速があれではありますけどね。まあでも、まあ、まあでもまあないか。あんまないか。出ました、瀬戸やん。ついにエボ候補。まあ悪くないけどね、別に。まあ、瀬戸やん、瀬戸やんって何？瀬戸やんも。おー。いいね。いいね。まあ、守備が若干感はありますけど、まあでももともとベースでこれ持ってて、ね、プラス3されたら、だからプライムフリットやんな。往年の。これ、ボニー相当おもろいよ。4号で、ペース困難で、カナナが、鋭いパスプラス。ね、容赦らもあるし。ボニー結構おもろいよ。テベスはでもどうなんやろ。プレイスタイルは多くないけどな。まあでも強いね。ザイエメ。おー、なんかいつか来るんじゃないかと思って思っ、あれしましたけどね。いいですね。あー、ザイエメ5号や。これいいんちゃう？これいいんちゃう？久々登場、デヨング。まあ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 、まあ。なんかでもちょっとこれトミちゃんをさ、ここでエボんのがさ、ちょっと持ってる強ー。ちょっとでももったいないよなぁ。ここでこのプレイスタイルプラスをもう一個つけるのが果たしていいのかっていう。強いよ。僕めっちゃ持ってるやん、今回のエボのやつ。それちょっとめっちゃ持ってますやん、自分。コンドグビア優勝した世界戦がこちらになっております。悪くないですね。ええ。これいいと思うよ。左利きパワーシュートの中盤あんまいないんでね。これいいと思いますよ。ただまあこれを選ぶのはだいぶその、なんていうの、勇気がいりますけどね。まあちょっとセンターバックはね、プレイスタイルがね、ちょっともったいない感はありますけど。まあでもこれもいいよ。強くないこれてか。強くないか？エアリアルプラスルーパスパワーシュート。まあ確かにいいね。うん。確かにエシアンもまあまあありやな。まあでもゴラストのパワーシュート持ってんのはちょっとあれやけどね。ラインデルス。ああ、バースデーのやつね。鋭いパスが新しくつくから、まあ確かにいいパサーではありますね。おー、ロナちゃん。はい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 。ああ、エボの伊藤博樹。はい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 。まあ、いいね。シャドウにすればペースカンスト。まあ、もともとでもペースカンストか、ほぼ。インターセプト、周囲式をカンストまで行くと。まあ、ありですね。今思ったんやけど、これ見てさ、まあ、大体強いやん。何をもって強い弱いを思えばいいんやろな。パワーシュート。まあ、これも強いけどな。なんか急に今、ふと、ハッと刺させられてるんやけど。トロザール。あー、ショーダウンの？ありやね。で、これがバースデーミリトン。これは熱い。うん。これは激熱。マジで。予測プラス、エアリアルプラス。これはマジ激熱。いいっすね。これバースデーフォーデンや。もともと逆光なんかちょっともったいないけど、まあでも能力はいいっすね。なんか、あれやね、ほんま、S みたいになってんな。キビオル。おー、パス3つになったんや、キビオル。まあ、もとも、まあ、そうやね。やっぱ、もともと使ってて、ちょっと使わなくなって、なんか、もうちょい強くなったら、嬉しいなーっていうやつを選ぶって感じやんな。ジョッキー、パスカット、するでパス。あー、でもいいね。これはまあ、確かに、もともと持ってたら、やってもいいかもしれないですね。で、これが、ファンタジーのコナテ。
守備が、まあ、ようやくちょっと上がって91か。まあ、確かにありですね。あれ？これ何？え？これもしかしてショーダウンのバストーニ？え、ショーダウンのバストーニって、ショーダウンのエボしてなかったらこれいけんの？ふざけんなよ、おい。おい。ふざけんなよ。お、特別賞のバルベルデ。迅速容赦な鋭いパスか。パワーシュートやったらね、めちゃめちゃ差別化やったんですけど、まだパワーシュートは、もともと持ってるよな、確か。まだこれいいね。いいっすね。エンドゥー。まあ、ドゥーもいいよな。あー、でもこれちゃん、あー、いいな。守備ちゃんと高い方のドゥーや。いいな。僕、守備あんま高くない方のドゥーなんですよね、僕。羨ましい。で、ゴラッソのジュニアのパクチソン。的確、容赦なし、鋭いパス。おー、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね。お、ベースジャイ。いいっすねー。まあ、これでどうなんですか？センチリオン超えて、まあ、で、あれか、しかも55か、これ。ジャイ。そうやん、55でかいよな。で、クラウチさん。はい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 。クラウチも確かに熱い。クラウチも確かに熱い。うん。エレーラ。あー、はい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 。いたねー。まあ、これも強そうやけどな。エレーラ強そうやな。まあ、ありやね。守備もしっかり高いし。パスカットもあるし。これありやね。で、これがショーダウンのメンフィスデペー。はいはいはい。まあ、高精度プラスやし、しかも55やろ。で、ハイロー。ペースもしっかり上がって、ハンターつけて、みたいな感じか。まあ、これもありですね。これは、ファンタジーのマルキージョか。まあ、ありですね。まあ、どうやら、まあ、でも予測持ってるのはでかいか。予測パスカットあって、しかも鋭いパスで展開もできると。まあ、思ってるよりだいぶいい中盤だ気がしますよね。使えば。これは、何のやつ？まあ、いいね、でも。いいね。ああ、これがあれか。無料の目標のシャビアロンソ。おー、鋭いパス、ロブタツで、パスカットプラス。で、しかも容赦な。これいいね。うん。名称やし、あと。いいね。ファンダイク、イタクラ。どんどん近づいていってる。ファンダイクに。いいっすね。ロマンやね。トリッキーリカルドやって、55にして、で、今回はネボで能力上げたんか。ああ、いいね。まあ、ここまでやってたらやるやろね。これなんじゃ？これ何？わからんねんけど。バースデーマジックして、レート90にして、迅速だけついてて、それを今回レボしたんや。で、これはあれや、フィニッシャーエボとか経てできるレート93のブライスワイドね。久々に見たな。うん。久々に見た、このカード。ラーション。うん。まあ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 。でもまあ、見栄えはいいっすよ。うん。あー、ウィンターの、センターバックのウォーカー。デューズバリーハウ。あー、でもこれ強いよ。うん。デューズバリーホールは、ありよ。結構ね、良かったよ。サイズも108あるし。久々に見たな、ネッツ。これあれか、エボしたやつか、一回。一回エボ経由のネッツ。はい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 。まあ、もともとね、気に入って使った方からしたら、いいよ、これは。グバルディオル。あー、TOTGS の。へー。いいね。サイドバックもできるわけやろ。アイコンの瞬足プラスつくやつや。まあ、でもおもろいんちゃう、これも。まあ、ちょっとどこに置くんや感は若干ありますけどね。で、おもろそう。スコットは、ファンタジーですね。まあ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 。やっぱでも身長がどうしてもね、あれですけどね。お、斎藤光輝や。うわ、いいな、これ。ここまでやってたらやりたいやろ。ねえ。いいっすね。バンザ。やるか、エボってバンザを。あ、カンドレーバーいけんのか。あー、カンドレーバーいいな。だいぶ。カンドレーバーいいな。セルヒオ・ゴメスは、これはあれかな？フューチャースター・アカデミーエボですね。そういえばあれやな、アシニョンがいけへんのかな？多分いけんのかな？中盤で使う感じかな？ファンペルシー。あー、ジュニア。もうこれも目標や。いいね。
これもまあ、もともといいんちゃう、これ。うん、火付け役とかね。で、ショーダウンのアカンジ。エボラなかった姿。まあ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 。パス、プレイスタイルも強いしね。まあ、鋭いパスが、どうなのかっていうところありますけど、またこれね、エボってなかった人は、これ選んで、94で普通に使うって人はめちゃくちゃ出てきそう。まあ、もともと強かったんでね。サディクだ。フロレンチ。いいね、でも。まあ、3、4上がって、どうかな。まあ、かき回せるカードになってるかな。で、やっぱ容赦なし欲しいねんな。スタミナ99やのにな。ネイ。まあ、ネイマールも、もともと鋭いパス持ってますけど、プラスになって、ね、やっぱ2列目としての能力は上がってる感はあるんで、まあ、ありですね。うん。ドーワン。いいね。ここまでやってたらやるやろ、そりゃ。5-5。まあ、ここまでやってたら、結構おめでとう、あと。おめでとうございます。ほんまに。おめでとうございます。これ何？これ何リゴ、これ。これ開拓リゴ？違うな。これなんじゃ、これ。で、エボナシマルケス。ああ、いいね。うんうん。まあ、中盤かな？日本で一番エボが集まる配信やから、これ。ね。すいませんね。早くパック開けるやと思ってるやろ。もう今日もずっとエボ見てますけど、僕も。ジュニアコーラ。はい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 。まあ、センターバックはな、鋭いパスがちょっと、まあ、でも能力上がるのもめちゃめちゃ嬉しいですけどね。で、これが特別賞のアレクサンダーアーノルド。まあ、鋭いパスがつくのは嬉しいですね。メッシ。うん。まあ、でも、いいね。逆語やろ？うん。いいね。カマラいたでー。まあやったな。これは多分バースデーの、違うな。何これ？え、バースデーかこれ。これなんじゃ？はいはい。オリス結構強かったな。まあ、これも化けてるかもしれん、めっちゃ。で、カマちゃん。レート90カマちゃん。シュートはがっつり上げてやろう。あ、でもいいな。仕上がってんだ、だからカマちゃん。いいね。吉田麻也。吉田麻也もありやんな。うん。プレイスタイルはいいんだよね、めっちゃ。守備全部持ってるし。ベストか。まあ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 やね。まあでも数値はいいね。ただ4-5やねんな。ついに来ましたよ、バラン。おー。いいね。うん。確かに、だから、隙がないですね。エアリアルもちゃんと持ってる。パスカットも予測プラスもある。ね。ウィンターワイルドカードの SBC のストーンズや。夏！いたねえ。いたねえ。まあ、センターバックに変えて使うよりも若干ペースがあれかな。まあ、でもやっぱジドラ。まあ、やっぱこれはまあ素晴らしいのは間違いないですよね。まあ、SBC せっかく解いてね、スカットの肥やしになってたらまあこれはまあ、まあでしょ。マテウス、やっぱいいけどな。マテウスにしよっかな、僕。でも、マテウスか富安か悩むな。強っ。強い。強い。フリット、ジノラ、ネイマール、ウィンターフリット、メッシ、フラッシュバック、フロレンツィ、TOTW のファンダイク、へぇ、エッシェン、ビエラ、キンハンセン。すごっ。プラス98番やって。えぐ。なぜここでアイコンとかヒーローとかがたくさん対象になっているエボを出してくれたんですかっていうことですよ。それは、これからユーロのヒーローとアイコンがたくさん来るからですよ。絶対。まあ、どうせユーロ時代は確かに当たらんって言われたらそうなんですけど。さあ、行くだー。ブンデスの確約も開けますが。まあ、とりあえず、モドリッチ引いて、ファンダック引いて。はい。で、やりましょう。はい。いいよー。ん？ん？あー、なんだっけ。アレイクサンドリー。前も引いたね、これ。確か。
プレミアの S。 はい、プレミアの S。 エンクエンク、めちゃくちゃ出ますね、ほんまね。また出た、またブンデスの S 確約やります。はい、オペンダとか出るんちゃうってか。ボリだ。あら、ボリでした。まあ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 、レバークーゼン優勝ベルト、ほんまに、お、お疲れ様でした。僕がこの前ディバラを引いたようにお届けします。いきます。はい、ありがとうね。マジでほんま絶対リード引くから僕。ブンデスリーガ引きてー、僕も早くこれ。リーグアン、はい、マジでやるよ、おめでとう。はぁ、セリエ、あー、ちょ頼むわ、ほんまに。ふぅふぅ、でも結局こっからやから。皆さん引きました？もうこれ引いた？改めて見てって、究極の引きを。はい、僕はちょっとまだ引いてないですけど、ね、おおほほ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 ほ。素晴らしい。いいですね。これがやっぱアルティメット TOTS なんです。もう一発、はい、これがアルティメット、ほんまに。おー、まあまあまあ、バルベルデ、まあまあ、いいいいいい、もうバルベルデですらまあになってるんだから、素晴らしい。いや、いいですね、いいですね。 CF の道中ストレス溜める必要ない、どうせこうなんねえから。いきます。昨日僕はこれで剣引きました。やります。はい、頼むよ。これどの国籍が表やったらいいの、これ。ブラジル、ブラジル、え、あ、デビーナか。え、でもこれデビーナ表はいっちゃいまんな。金また来ました。素晴らしい、素晴らしい。やっぱやっぱアルティメットか。しかも裏にマクレス、まあ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 、まあ、やっぱアルティメットなんや。ここで何引いたっけ、プレミア何引いたっけ。にゃーん、うん、にゃん、まあ、やっぱあのクロスね、クロスがうまいから。さあどうぞ。はい、ギラシ、うん、ギラシどこ行くかね、今年ねえ。20点、25点が取ってるからな。どこ行くんやろね。セリエの S。 はい、色とりどりなさまざまなリーグの TOTS を一挙。はい、あ、あ、ペレグリーニ、うん、まあまあ、ペレグリーニ背高いからね。うん、186センチもあるから高身長やから、やっぱ顔かっこいいかと。レバークーゼン行こう、久々。このパックおもろかったな。あ、あ、タプサバー、うん、おそば。おそばです。はい、ラリーガ、はい、さまざまな。ブラジル。ブラジルで LW。スペイン。カルバハル。優勝おめでとう。優勝おめでとう。MVP おめでとう。マームザマッチのカード、なんかあるんちゃう？これもしかして。優勝おめでとう。リーガ F。はい。スペイン CM で。はい。あ？ね、何やったっけ？マーティン・プリエトね。はい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 。ガラビーン。まあ、まあまあ、やっぱ、うん。やっぱ、ドリブルもうまいしね。うん。ラスト、リーグワンの S3 名、いきます。はい。こんなぬるっと。ねえ、ダメな引きばっかりしてる場合じゃないですよ。3名入ってんねんから。ブラジル。ブラジル？はい。え、だって、え？え？え？
いきます。はい、マジでこれでロナウドとかあるからな。マジであるからな。これポルトガル ST イングランド。はい、キーリーン。うん、プレミアの S。 はい、さあどうぞ。ブラジル、ブラジル、うん、アリソン。うん、まあでもアリソンはやっぱね、レート高いから。 A、ビルツ引いたことないんですよ、まだ。だからやるんちゃうかなって。オランダ？マレンかい！マレンかい！くぅー！やります。ラスト、いきます。はい。最後にものすごい引きを見せるのはこの男。あ。とんでもないね。とんでもないね。やっぱ、プレイスタイルプラス3つついてるから、タプソバ。やっぱね、3つついてるから。